NVIDIA Corporation はアメリカ合衆国カリフォルニア州サンタクララにある半導体メーカーであり、半導体の中でも特に GPU を汎用計算用途に拡張したグパグプの設計に特化している。一般向けにはパソコンに搭載される G-Force やワークステーションに搭載されるクアドロ等の GPU が有名であり、実際2000年代前半までは GPU 開発を事実上の専業としていたが、クーダの発表以降は、コアビジネス、開発リソースは、テスラやテグラ等のグパグプ、ソーに移行している。日本法人は、東京都港区赤坂にある。NV1 搭載ボード NVIDIA 発の、ジオメトリエンジン搭載 GPUNV20、GPULSI ロジックを退社した、ジェンスン、ファンが、1993年に、 クリスマラコースキーらと共に NVIDIA を設立した。最初の製品である GPU-NV1 はダイヤモンドマルチメディア社より 3D グラフィックスボード Edge3D に搭載された。この製品は曲面描画を採用した意欲的製品ではあったが Windows の3次元映像描画機能である Direct3D がまだ確立していない時期であったため 同 API には対応していなかった。結果、製品デモとしてバンドルしていた専用バージョンのゲームソフト、セガのバーチャファイターなど一部のソフトでしか利用可能ではなかったため、限定的な売り上げに止まっており、後継製品も出なかった。後に、ダイレクト 3D にも対応したが、曲面描画ではなく、ポリゴンという描画方式の違いで、パフォーマンスが出ないありさまであった。 1997年、SGI に所属していた技術者が続々と参加し、低価格でありながら非常にパワフルな GPU、リバ128を発表し、業界大手の仲間入りを果たす。さらに後継製品である、リバ TNT が1998年に発売され、一躍 PC グラフィックチップ界の技術的ヒットメーカーとなった。 1999年 PC 用の廉価な GPU としては世界で初めてジオメトリエンジンを搭載した GForce256 を発売 3DFX 社のブードゥ o サングライドのパフォーマンスを超えその地位を不動のものとした GForce 以前にも PC 用としては業務用で用いられる高価なジオメトリエンジン搭載 GPU や サンドラブスのパーメディアシリーズなどのオープングルに特化したジオメトリエンジン搭載 VGA カードは存在したが業務用として発売されている GPU 搭載ボードは個人で購入するには高価であり比較的安価だったパーメディアは満足できる性能には至っていなかった。NVIDIA は以前から取引のある多数のアセンブリメーカーにチップを提供。 多数の消費者に対して売り出し、ハリウッドでしか作ることができなかったレベルの 3DCG を個人の PC で実現可能としたことにより、市場に衝撃を与えると同時に好感を持って受け入れられた。以降に登場する g p u はジオメトリエンジン搭載が標準となり、搭載していないものは HDTV 等の機能に特化、あるいは数世代遅れの性能を持つ、 ローエンド向け製品として区別されることとなる。しかし、GPU をチップセットが内蔵するようになったことで、ローエンド製品の存在意義が消失、多大な開発費を要する高性能 GPU のみが存続できるという市場状況となった。これにより、NVIDIA と肩を並べる ATI など一部を除き、ほとんどのメーカーが合併や事業縮小撤退などにより、 次々と淘汰されていった。CPU メーカー第2位の AMD はチップセットへの GPU 統合か、将来的には CPU との統合を模索しており、GPU 技術を持たない AMD は GPU メーカー第2位の ATI の買収を行った。これにより ATI を要する AMD プラットフォームから NVIDIA は徐々に締め出され、NVIDIA は インテルプラットフォームへ系統していくようになった。しかし PC 用 CPU メーカー第1位のインテルも自前の GPU を持っており、新型の高性能 GPU として、ララビの開発を行っていた。その後単体 GPU は発売されなかったものの、インテルは自前の GPU を CPU に内蔵するようになった。ため、インテル向け GPU 内蔵チップセットを開発する。 意味を失ってしまった。第3位のビアも買収した s さんを持っており、PC 向け GPU 市場が事実上消滅してしまう、可能性も取り沙汰されたれ2010年、NVIDIA はついに、チップセット事業からの撤退を発表することになった。このことから抜本的な経営方針の見直しを、迫られた同社は、ARM 系 CPU を自社製 GPU に統合した、テグラシリーズ、 同じくスーパーコンピュータ用として2008年頃から注目されていたテスラシリーズ、そしてゲーム用 GPU、GForce シリーズの3つに注力し一定の成功を収める。その後も少しずつ業績を伸ばし2016年頃に起こったディープラーニングブームの波に乗って一気に成長。これはクーダと呼ばれる同社のアーキテクチャが ディープラーニングに適していたためである。以上のことから2019年現在、NVIDIA は人工知能、特に自動運転の分野では圧倒的な地位を占めるようになっている。世界中で加熱する開発競争の中、超並列計算機に設備投資が集中し、GPU が売れすぎたため、一人当たりの購入枚数に制限がかけられるまでに至っている。 MV38GPU, G80GPU, GF100GPU 企画設計と販売を行い、実際の製造は、ファウンダリーに外部委託するファブレスメーカーである。2010年9月21日、ドイツシンガポールに拠点を置くファンダリー、グローバルファウンドリーズ社との契約が成立したことを発表した。今後は TSMC と並行し、 グローバルファウンドリーズへも製造委託するとみられる。半導体の微細化技術に優れるファブと協業することが競争力を保つ要素であり、難易度が高くなる微細化が進むにつれ、複数のファブを利用するようになった。かつて IBM のファブを利用していたこともある。過去には製造委託したファウンダリーにも独自ブランドでの販売権を与えていたが、 知名度が高まるにつれ全量を買い上げるようになった。委託製造されたチップを複数のボードベンダーに供給し、ボードベンダーがグラフィクスボードに仕立てて販売を行う。ボードベンダーは NVIDIA にとっての重要度から、ティア1、ティア2といった階級付けが行われている。新設計のチップはティア1のベンダーに優先的に供給され、試作と初期製造が行われる。 製品発表会などで複数ベンダーの展示がある場合、ティア1ベンダーの製品を NVIDIA がその他のベンダーへ配給し、その他のベンダーはヒートシンクに自社デザインのステッカーを貼るなどして展示を行っている。ティア1での製造が安定するとティア2ベンダーへの販売用のチップの供給が開始される。過去にはカノープスなどが独自設計のボードを製作していたが、 現在は NVIDIA による標準デザインのボードを用いることがチップ供給の条件となっている。これは過去にリバ TNT2 や DOTNT2M64 といったチップを多数のベンダーに提供したことで各社が同じチップを搭載したボードで激しい価格競争を行った結果製造減価を抑えた粗悪なボードデザインや部品を 使用した製品が出回った教訓から一定品質を確保し消費者に提供するために取った方法である。その結果、開発者サポート制度の充実により、開発時のリファレンスとして用いられることが多く、ユーザーの人気を高めた。標準デザインにはネットリスト、アートワークが含まれるため、各社のボードはほぼ同じものとなりがちである。 pc 用のビデオチップでジオメトリエンジンの採用製品化を行い、ブランドとして GForce を新設した。これにより、CPU を補助するチップではなく、CPU と並ぶ主要なチップ GPU であると主張した。それまでも他社よりも頭一つ抜けていたが、これにより明確に筆頭メーカーとなり、GPU は事実上グラフィックチップの故障となっていった。 G-Force 6800ウルトラ &G-Force 7950 g x に単独の GPU での性能の限界から2つの GPU ボードを並列で利用することで性能向上を求める3の開発を行う後から3対応の GPU ボードを追加することでアップグレードパスとしたまた3の変形として単一のボード上に2個の GPU を実装する 携帯も発表している。さらに4枚の GPU ボードで2560-1600ドットの高解像度でのグラフィック表現をする。クワドズリーに注力。その代表として GForce 7950GX に GForce 7900GTX デュオが挙げられる。GForce 7950GX にはボード上に2個の GPU が実装されていることから、 クワドズリーを行うには2枚のボードで済む。ただし、スリー機能を持つボードには、スリー動作に必要な、スリーコネクターを同梱しない製品も存在する。クワドズリーに対応するドライバーが公表されて、自作 PC での実現が可能となった。ライバルとなった ATI テクノロジーズに対し、長年リードを築いていたが、同社が、コンシューマー向けにレイディオン。 プロ向けにファイアープロブランドを創設すると同時に方針転換を行い強力な製品を開発するようになった。それにより NVIDIA と以前以上に熾烈な性能争いを繰り広げ2012年現在では使用状況次第で得意不得意が現れることとなり一概にどちらが優れていると評価できないほど実力は喫好するようになった。2021年現在では CPU 側の開発にも力を入れている AMD と比較した場合、GPU 専業の分トップ性能では上回る製品がある。NVIDIA Enforce 4や NVIDIA Enforce 730iNVIDIA NF-430NA3Enforce シリーズは AMD プラットフォームで、かつてはトップシェアを誇っていたチップセットである。ビアや a t i と、 熾烈な開発競争を繰り広げていた。欠点として、チップが高発熱であることと、サウスブリッジにやや問題を抱えていたとされたことである。なお、日本では、NFORCE と発音されるが、英語では、INFORCE と同じ発音である。2006年に ATI が AMD に買収されたことで、 チップセット分野では従来通り AMD と綿密に提携しているもののグラフィックスチップ分野では AMD と協業するという複雑な様相を呈しているこのように商品によっては AMD と協業するも互いに大きな利益関係を持っており NVIDIA が AMD 向けチップセット開発を打ち切るという事態には陥っていなかった ただし業務提携後に開発された AMD 社製のチップセットがローエンド、ハイエンドまで広くカバーするラインナップを揃え各く、マザーボードメーカーが新製品を続々と発表、発売するのに対し、エンフォースは、ハイエンドチップは、 旧世代製品のリネームしか存在せず、期待されたグラフィック統合チップセットも、AMD 社製のものに比べれば性能が劣り、マザーボードもそれほど、製品の数が出ていなかった。ただし、インテルプラットフォーム用の同製品は、インテル G シリーズなどの統合チップセットよりは、高いパフォーマンスを持っていた。2010年初めにチップセット部門とソーク部門を統合し、 既存チップセットの出荷継続を除き、事実上、チップセット事業から撤退した。2006年初頭に、台湾の老舗チップセットメーカーウリーの買収を行った。それによりウリーは、エヌビディアのアジア方面の営業担当として、機能している。ウリーは、チップセットとしてのみならず、チップセットの構成要素である、サウスブリッジ単体でも他のメーカーに供与するという。 実績を持っている。エヌビディアは、旧ウリーの製品の需要化向けに、ウリーブランドの継続とその製品の供給を、買収後も続けている。そのウリーの、サウスブリッジが多く利用される一つに、ATI のチップセットがある。ATI のサウスブリッジは、評価が良くないことからウリーの、サウスブリッジが代用されることが多い。ATI は、 GPU 並びにチップセット市場で NVIDIA と競合している企業である。上記で述べたように NVIDIA 自身もサウスブリッジに問題を抱えていたとされ、ウリーの技術を欲していたとも考えられた。なお、NVIDIA は過去に u リーの前身であるオーリーと共同でエラデン TNT2 というグラフィック統合チップセットを開発したことがある。 NVIDIA は2008年2月に物理シミュレーションエンジンフィジックスよび PC 向け物理シミュレーションチップを開発、製造しているアゲエアを買収した GForce 8シリーズ以降を搭載したすべてのビデオカードで無料のソフトウェアのバージョンアップにより GPU をプーとして利用することが可能になることが発表されまた 3way3G に2枚のビデオカードを描画に 一枚を物理演算専用に割り当てる等の設定も可能になるという。NVIDIA はレンダリングファームとも呼ばれるサーバー向けラックマウント製品、ク a ドロプレックスなどをリリースしていたが、2007年6月20日、HPC 向けの新たな汎用 GPU コンピューティング製品を提供することを発表した。ハードウェアとしては、 クアドロシリーズをベースとしたラックマウント型 S870PCI Express で端末 PC に外付け接続するボックス型 D870 そして PCI Express に直接接続するカード型 C870 とあるがいずれもグラフィックス出力を持たないことが非常に大きな特徴と言えるテスラは GFORCE を呼び クワドロと共に進化を続け、G8-0、GT200、フェルミ、ケプラー、マックスウェル、パスカル、ボルターアーキテクチャのテスラがリリースされている。テスラは、グパグププログラムの開発、実行環境として、主にクーダを使用する。SDK であるクーダツールキットは、無償で入手可能である。日本の代理店は、エルザジャパンが担当する。 日本 SGI をはじめとする多数の販売パートナーが存在する G-Force GTX 1070ありがとうございます。